砦にはまだ捕まってる仲間がいるんだ。彼らだけ置いて逃げるわけには。団長、島の人たちを助けよう。お前ならそう言うと思ったぜ。おい、ベリアの兄ちゃん。ローランです。はい、こちらローラン。オイラたちは砦に捕まってる奴らを助けに行くから、こいつらのことは頼んだぜ。わかりました。皆さんに頼りきりですみません。どうかお気をつけて。それじゃあ急ぎましょう。ゴブリンどもが作った砦ってどこか。こりゃ警戒しながら進もう。嫌に静かね。皆さん、奇遇ですね。祈り場での旅支度もシェロちゃんにお任せです。またどうぞ。あばよ。皆さん、お待たせしました。ジンの強化ですね。武器を鍛えますか。はい、受けたまわります。受けたまわります。うまくいきました。はい、受けたまわります。受けたまわります。大成功です。ジンの強化もできますよ。今日は珍しいアイテムを入荷してますよ。またどうぞ。皆さん、お待たせしました。セーブ完了です。完了だ。バッチリ記録しました。またどうぞ。あばよ。なんだかトゲトゲ。子供の声だ。急ぐぞ。これは？ここってまさか闘技場？せっちゃん、そこ！ゴブリンどもがうじゃうじゃと。だが、襲ってくる気はねえみてえだな。いかん！君たち早く逃げなさい！何か来ます！
手は厄介だな。連携して背後から攻めよう。でねえな、こいつにとっちゃ盾も立派な武器ってわけだ。受けられるか。イノシシ野郎の突進が厄介、なんか利用できねえか。まだまだ行きます。距離を取って頭を冷やしてもらいます。こちらの状況は、ゴブリンがでっけえやつとやり合ってるぜ。急いで向かってます。なんとか持ちこたえてください。この気迫、気をつけろ。今すぐ距離を取るんだ。神秘の笑い、これで解除中。せや、なんで咲かせるわ。ありがとう、ルリア。その身に刻める。攻撃の線を振るんだ。今がチャンスね。無理は禁物。受けてみろ。まだだ。こんな感じか。キャッチ。血だらけだ。燃やしちゃって。捕まえてごらんな。オーブ。さあ、仕掛ける。回復ちょうだい。ここだ。頑張ってください。すごいな。来るぞ。負けない。気をつけろ。今すぐ距離を取るんだ。クラウドリン。終わらせる。これが最強の技の極致。ロゼッタ、任せてちょうだい。ダーティーロー決める。バーストゲイル、オイラたちの勝ちだ。ところでルリアちゃん、この島に吹きつける風はもしかして。はい、間違いありません。テンペールにいる聖少獣の力だと思います。ビンゴってな、こっからが本番ってわけだ。皆さん無事ですか？囚われていた方々は？こちらは問題ない。囚われていたみんなも無事だ。ほら、じっとして。ぜ、はあ、助かった、はあ、よかった。皆さん、本当にありがとうございます。さてと、じゃ、この嵐を起こした張本人に会いに行くとするか。ラカム君、何を言い出すんです？フォルカを離れる前に言ったはずだぜ。聖少獣の問題は俺らも無関係じゃねえのさ。しかし、この状況で残るなんて正気ですか？でも、私たちがここで聖少獣を沈めないと、この島はもっと大変なことになってしまうと思うんです。しかしですね。僕たちを信じてください。団長君、わかりました。帰還してある君がそこまで言うからには、きっと何か考えがあるんでしょう。ですが、もし危険を感じたら迷わず撤退してくださいね。まだ謝礼もお渡しできてませんので。わかってるってば。心配してくれてありがとう。では、しばしお待ちを。せめて近くまで送らせてください。この荒れ具合、ティアバトを思い出すぜ。そうだな。
皆さん、どうかお気をつけて。見えてきたぜ。みんな見てください。あれが祭壇。戦勝銃です。地形が変わっちまったぞ。巻き込まれたら無事じゃ済まねえな。裏か。あの子の名前です。さっきかすかに声が聞こえました。とても悲しそうで、助けを求めてるみたいでした。一体どういうことかしら。とにかく近づいてみましょう。ルリアちゃん、いざという時はお願いね。はい、わかりました。早く助けてあげなきゃ。足場が不安になっているわ。向こうに渡れそうな道を探しましょう。ルリアは私が守る。もらった。敵危険だわ。セーフの場合どこに行くの。そこだ。任せたよ。片付けるわ。よし、奥へ急ぐぞ。逃がさ、受けてみろ。お願い、守るならば任せてくれ。みんな、すごいわ。そこだ。次も任せてください。せいや、せいや、くらえばいい。咲かせるわ。待て、時は満ちた。
強敵だな。任せてくれ。他の奴らより強そうだぜ。チャンスだ。援護するわ。ここは僕に任せて。さすが。ありがとう。光栄だ。いつでも頼ってちょうだい。チェア、チェア、うざっ。これでどうだ。シンクのバラン。もらった。回復ありがとう。ウィンターズレイ。チェア、捕まえてもらう。追撃を。援護するわ。みんな、うまくいったな。頼りにしてます。本当にね。この調子よ。来い、アレス。みんなのおかげね。この調子だね。次だ。頼もしいね。チェイスだ。まだだ。チェイス咲かせるわ。まだだ。チェイス。そこだ。チェイス回復を。まだだ。心配かけたら。これならどうだ。私が決めよう。やろう、みんな。後は任せて。あんな奴らを倒しちまうなんてよ。さて、悪くはないな。おそらくそうだ。ああ、それで村を襲われたんじゃ島民もたまったもんじゃねえ。
嘘だろ。おい崩れるぞ。ちょっとちょっと、なんなのよ。もうジャンプに、とにかく走れ。止まるんじゃない。今度は下からだよ。みんなあと少しです。今のはヤバかったぜ。ルリア、大丈夫か。なんとか。階段は上の方か。とりあえず登っていってみようぜ。この光、何かあるな。いや、役に立ちそうだ。受けてみろ。受けられるか。牛らしいとかなんとか。まだまだ受けてねえか。落ちるのだけはさすがに勘弁願いたいぜ。このまま押し切る。までいたところよね。鉱物資源はかなりですね。聖章の力も作用しているのかしら。聖章の力。なんとか間に合ったか。どれどれ。とにかく上だ。足場がここしかねえから上に向かって逃げるしかねえ。フラカン、暴走する体は制御できないのね。とても辛そうです。そうだな。今のはヤバかったぜ。ルリア、大丈夫か。なんとか。祭壇は上の方か。とりあえず登っていってみようぜ。真空域にぴったりでからというのも随分とトラブル続きだな。おい、気空しらしいっつうかなんつうか。まあいつものことじゃねえか。とはいえ落ちるのだけはさすがに勘弁願いたいぜ。できないのね。とても辛そうです。このままじゃ危ないです。急ぎましょう。だー、こいつらも懲りねえな。本当ホーブリンたちも作
錯乱しているのか。仲良く脱出手上げる。出口だ、そこめ。いよいよだな。このまま進めば戦いは避けられまい。よし、オイラたちならきっとやれるぜ。仕方ねえ。ああ、なんとか隙を作り出しルリアに力を吸収してもらう。何者かに操られているとしたら、帝国の魔性技術のようなものがこの空域にも。必ず助けるからね、フラカン。やめて、フラカン。とんでもねえプレッシャーだ。距離を取った方が良さそうだぜ。この荒々しさ、ティアマトの風とは水を満ちたのが。癒しや守護をまとわない暴力的な風か。痛恨の思いが伝わってくるよ。シンクのバラよ、さあ見かけよう。ルリアは私が守る。前を向かれ。一気にかかれ。なるほどな。受けてみよう。狙うなら今よ。ここだ。堅牢なる守りをもたらそう。食らうがいい。
攻撃が届かない。まるで風の弾丸だ。どうにか止める方法はねえか。私が止めます。さすがです。光の守り叶えます。みんなこっちに来てください。ライジの名はバハムート。わかった、答えてくれて。なんだかんだでやっぱり味方だと心強いのな。フラカーンの力も増大している。おいおい、こいつは変身ってやつか。あら、聖少獣だもの。珍しくはないよ。聖少獣、かつて白風戦争の際に生み出された星の民の兵器。でもその兵器は戦いの後空の世界に残されて、あるものは土地に除き、あるものは信仰の対象となり、あるものは人々と生活を共にし、文明の発展に寄与した。フラカーンは息吹を司る聖少獣です。その力で島の発展を支えてきたようです。そんなこの力をねじ曲げて大切な島を破壊させようとする者は。だが注意しろ、暴れっぷり一筋縄じゃ生きそうにね。みんなお願いします。さあ、ホイマー力の王吹き飛ばされないようにしなきゃ。妙だ、この子の力普通じゃないの。どういうこと。わからない。でもこの秘密の剣を一体。マイル、もう一息か。ありがとう。これで一件落着ね。
そうやな。早く戻って便利屋の兄ちゃんにも教えてやろうぜ。おい待て、あの船なんだ。赤い気球艇か。ずいぶんと目立つ塗装だな。精神は吸収されていく。でもこれはルリアちゃんの力とは別に。そんな。おい。ルリア、大丈夫か？あれは私じゃ、私は何も。救助隊ってわけじゃなさそうだな。奴らもなかなかやるようだな。勘違いなさらぬよう、今日の役目はお出迎えですわ。貴殿らはお待ちしておりましたわ、旧姓の巫女様。さあ、私たちと共に参りましょう。ルリアに何をする？どういうつもりだ？おお、ここは俺が。あ？まあ、いいけどよ。90秒で済ませ。くそー、なんなんだこいつ、むちゃくちゃ強い。
ようやく会えました。救世の巫女よ、私たちはあなたを歓迎します。え、私ですか？ あなたはまるでカトに伝わるスレノディの青い蝶。ああ、同情します。このような仕打ちを受け戸惑っているのですが。お前ら一体何なんだよ。何が目的なんだ。ん、これは失礼。私は名をリリス、星旅の室アビアの王様、理想郷イスタルシアへ至る道を開くため活動しているものです。理想郷、それってオイラたちが目指してる星の島イスタルシアのことかよ。おお、なんと私たちと同じ目的を。それであれば話は早い。この出会い、あなたたちにとっても良好でした。あとは任せていただきましょう。さあ、救世の巫女、これからは私たちと共に星神様のもとを巡礼し、イスタルシアへ至る道を開くのです。待ちやがれ。さっきから何勝手なこと言ってんだ、この野郎。いいの？帰りましょう。カタリナ！ルリオ！弱ってる場合じゃねえってのに。嫌だよ、ルリア。離してください。嫌です。闇の炎の子、ナンジの名は。ふさわしくない。
それじゃあ姉さんたちのところに行こうぜ。みんな心配してたからな。止めないでくれ、ルリアを助けなければ。落ち着けってカタリナ。私は誓ったんだ、ルリアに外の世界を、雄大な空の世界を見せると。それがこんなことになって、私が守ってやれなくてどうする。気持ちはわかるが、まずは奴らの情報を集めてだな。あの剣士、とんでもない強さだったわ。寄ってたがって手も足も出ねえとはな。だからといって諦めるわけにはいかないでしょ。カタリナ。あ、団長。その様子じゃもう平気そうだな。ったく、心配させやがって。団長、すまない。私の力が及ばないばかりに。ルリア、お待たせしました。皆さんを襲った教団の行き先が分かりました。何？どこだ？あの連中はルリアをどこへさらっていった？おい姉さん、落ち着けって。オイラたちのために情報を集めてくれてたんだぜ。ああ、すまない。大丈夫ですよ、カタリナ君の気持ちは僕も理解しているつもりです。それに皆さんはテンペールを救ってくれた恩人ですから、今度は僕に力にならせてください。アビア教団の情報を調べるくらいお安い御用ですよ。どうやらこの町の人は星旅の室アビアのことを教団と呼んでるみたいね。と、団長くん、体の具合はどうです？それよりも教団の行き先を。あと、そうでしたね、おそらくルリアちゃんはロンターニュ島に連れて行かれようとしています。ロンターニュ？ここからは僕も同行しましょう。案内は任せてください。おいおい、ちょっと待ってくれ。俺たちは気空師だ、一般人の身の保証は。ただものではないだろうと思っていたが、貴殿は一体。って、アビア教団の活動は日ごとに苛烈になってきています。連中がテンペールの地で武力を使い、旅人のルリアちゃんを連れ去るなど、僕としても見過ごすわけにはいかないのです。それに分かってもらえたと思いますが、剣には多少の心得はあります。足手まといにはなりませんよ。この空域じゃクセモンってわけか。ま、追いかける相手が同じってんならお言葉に甘えるとしようや。それで皆さんが乗ってきたというあの青くて大きなグランサイファーな。そう、そのグランサイファーの修理ですが、間もなく完了します。もちろん僕もお手伝いしましたよ。ちゃんと最新式の。ん？あと、何でもありません。こっちの話です。あとは団長君に新しい剣と防具を用意させてもらいました。ボロボロで使えなくなってましたからね。すげえな、至れり尽くせりじゃねえか。皆さんがいなければ今頃はこのフォルカもどうなっていたか分かりません。これでもまだ感謝し足りないくらいなんですよ。ありがとな、ベンリアの兄ちゃん。ローランです。協力に感謝する、ローランドの。しっかり準備しておかないと。そうですね。では支度が整い次第、町の発着場で落ち合いましょうか。また後ほど。
ベリス、僕は必ず。よし、よし、行こうぜ。